13世紀の北アジアの国家と北方諸民族大中都市はモンゴル高原で活動した遊牧民の氏族集団。モンゴル部のボルジギン氏の一種族であり、オノン、川中下流域で遊牧生活を営んでいた。同族のキア都市と共にモンゴル部の中核を成していた。キア都市との構想の末、チンギスカンによって屈服させられた。 氏族名の語源は中国王朝の官職名である大使がモンゴル語化した定氏の複数型と考えられている。看護資料ではタイ赤ガラス、あるいはタイまた赤骨と表記される。同時にタイ中都市、タイ中都市とも表記される場合がある。モンゴル氏や州氏が一致して伝えるところによると、モンゴル部中高の祖海読間にはバイシンクル、独身、 チャラカイリンクー・チャウジンオルテゲーという三人の兄弟がおり、チャラカイの息子、セングンビルゲの息子のアンバガインから大中都市が生じたという。修士によると、チャラカイはデビラトコンで兄嫁をめとっており、兄嫁との間に生まれた、ゲンドチノとウルクチンチノ兄弟の子孫からネぐす、チノス氏が生じたという。しかし、アンバガイの父セ軍ビルゲも、また別名をソルカクトチノといい。 実は、チャラカイリンクウの息子はすべて、知能を名前としていた。そのため、本来は、チャラカイリンクウの子孫全体が、ネグスという氏族名を称していたが、アンバガイの子孫のみが後に有力となって、対中都市と解消したのではないかと考えられている。また、ウ氏は、モンゴル部族が、ネクズと、キャンという一組の夫婦から生じたと説明しているが、この子孫伝承は、 モンゴル騎士の伝えるボルテッチノとコアイマラルがモンゴル部の子祖となったという説話の遺説でもある。すなわち、これらの説話は、チノを俗例とするネグスタイチウト氏とマラルを俗例とするキアンキアとボルジギン氏というモンゴル部族内のに大有力集団をモチーフとして創作されたものと考えられている。 カブルカンから始まるキアトシの系図とアンバガイカンから始まるタイチウトシの系図未発達な部族社会にあったモンゴル部を初めて統一し、アマネキモンゴルの初代君主となったのがキアトシノソカブルカンで、その地位を継いで二大君主となったのがアンバガイカンであった。アンバガイはタタルブノの,の民によって金に引き渡され、木馬に貼り付けにされて処刑された。アンバガイの死後、 彼の家族と大中都市の首領たちは、新しい指導者を選出しようとしたが、意見は一致せず、誰がアンバガイの跡を継いだかは明らかになっていない。産地で隔絶されている木屋都市が居住するオノン、川上流域と異なり、大中都市が居住するオノン、川中下流域は、中国との交易が、盛んに行われており、大中都市には、中国の物質文化や製鉄技術が多くもたらされた。 このため、対中都市は、経済力、軍事力において、キア都市よりも優位に立っていたと考えられている。やがて、モンゴル部の中心氏族のボルジギン市族内では、対中都市とキア都市の対立が表面化し、キア都市のクトランが没すると対中都市が優位に立った。クトラの甥い、イエスゲーが、キア都市の主張だった時代、対中都市の首領は、イエスゲーと同盟して、 モンゴルを統率していた。イエスゲーが亡くなると、イエスゲーの属帝にあたる対中都市の資料たる具体、キリルトクは、イエスゲーの妻ホエルンや、テムジンらイエスゲーの遺族を見捨て、部民を参加に加えた。青年時代のテムジンは、対中都市に捕らえられ、首に枷をはめられた。この時に、対中都市の霊族民だったスルドス氏のソルカン氏らは、密かに、テムジンを逃し、テムジンは、 ソルカンシラへの恩義を生涯において忘れることはなかった。1189年頃に起きた13億の戦いでは、タイチウト氏は、ジャダラン氏のジャムカと連合して、チンギスカンと戦い、これを破った。しかしその戦闘後、ジャムカラー同族たるタイチウトを裏切って、チンギスカン側についたネグス氏のチャカアンコアと、その一族を捕らえ、ネグス一族のものは、鍋で煮殺し、 チャカーンコアは首を切られたアガリウマの尾にくくりつけて、引きずり見せしめにしたという。ネグスの民が、ジャムフカから、このように荒烈な仕打ちを受けたのは親族たるタイチ中と、死を裏にって、テムジンに味方したためと推測されているが、このような処罰によって、かえってジャムフカやタイチ中と死は、民の辛抱を失ってしまった。モンゴルと敵対するメルキトブから挙兵の要請を受けると、タルグ隊、 アンクアクチュークリル、クドダルラ・タイチウト氏の有力な主張たちは、会合を開いた。1200年、タイチウト氏は、チンギスと、ケレート部の温艦の連合軍とサーリ平原で戦い、敗れた。タルグ隊は、ソルランシラの子、チラウンに討ち取られ、クドダルは捕殺された。生き残ったアンクアクチューはメルキトの残党と共に、バイカルコ東部に逃走し、クリルは、 内満部のもとに亡命した。内満のもとに逃れた一団も、後に、チンギスに降伏する。1206年、チンギス官が第二次即位の際に任命した95人の千人隊長の中に、隊中都市の人物は一人もいなかった。ただし、かつて、隊中都市から裏切り者として、見せしめに殺されてしまったチャカーンコアの息子とグリルは千人隊長に取り立てられ、後に、 コルゲン家の王風に任ぜられている。玄彫筆士には、主因また古剣という文字で書かれる。この主寿が、領氏禁止あるいは、原氏に、という特殊な文字で写されたものの原音と見られるが、黒脱字略の説明によると、五十人を一体として、編成された、国境防備のための外人傭兵部隊を指す、ものであった。おそらくは、喫丹語に由来する語であって、 最初は、領長家で保有を許された、王皇貴族の士族の軍隊を名指したが、次の金朝に入ると、この後は、自国の母の下に置かれた、北方遊牧民から編成した、国境守備隊を意味するように使用されて、京族から出た、タングート族から出た、カラコ、モンゴル族から出た、萌え骨などの多くの軍の名が排出するようになった、らしい。ここに見える、タタルもその一つであろう。 村上 1970p69 ありがとうございます。